はい、タバコ喫煙動画始めていきたいと思います。今回はね、新発売のメビウスの8、8ミリの、何これ、オプションイエロー、新香りチェンジカプセル付きということで、ライター付きの、430円ですね。コンビニで、買いました。天然メンソールの新しい楽しみ方。カプセルを潰すとスッキリとした香りが広がり、香るメンソールへ。となってまーす。こういうのね、もう似たような味しかしないから、もうどうせあれだろ？あれなんだろう。なんか前、吸ったことのある、なんだっけ、あのさ、なんかバリハイちゃうわ。マイアミブリーズみたいな。クールのエスケープのマイアミブリーズ的な香りすんだろ、これどうせ。なんかそんな気がするわ。ああ、このライターも、あれだ。火力の、あれがないわ。火力調節できないタイプ。最近流行ってんのかな？香るメンソール。確か前のオプションってやつは、ブルーベリーの味でしたね。ブルーベリーの香りがするやつね。今回はシトラス系だろ、多分。見た、黄色と緑だから。ね。それじゃあ、とりあえず普通に吸う。とりあえず普通に吸ってみろ。これめんどくさいな、このさ、ここをカチッと押して、それでピッてやるやつ。これめんどくさいわ、このライター。うわ、メンソール強え。普通に吸っても強え、これ。普通に強え。うわ。じゃあちょっと潰しまーす。潰れたかな。普通に吸ってもメンソール強いもんな、これ。うわ、まだなんだこれ。これ何これ。なんだ、レモン。あ、レモンだこれ。レモンっぽい。てかレモンだこれ、完全に。うわぁ。シトラスじゃなくてレモンだ、今度。うわぁ。なんかレモンのさ、芳香剤のさ、香りがすっげえする。うわ、なんじゃこれ。うわ、あーでもなんか、ガム噛んでるみたい、レモン味の。すっげえ強烈。シトラスとかの問題じゃない、すっげえ、香りがすげえ強い。うわ、くわ、これ合わないだろ、これ絶対。レモンとタバコって合う？うわ、すっげえ香り。強烈。無駄にちょっと香り強すぎないか、このレモンの香り。うわぁ。これさ、周りにいる人はさ、いいかもしんないけど、これ吸ってる分にはめちゃくちゃまずいぞ。
なんか子供騙しみたいな。なんか、あれこのタバコ子供用みたいな。これ子供用のタバコだっけみたいな感じするわ。味が。チャチー、なんか、味と、そのタバコっていうイメージと、香りの、落差がすごい。うわぁ。なんか口の中芳香剤ぶち込んだみたいな、すごいことになってる。うわぁ。うわぁ。これは二度と買わねえわ。これ本当に芳香剤じゃないのか、これ。このカプセルが多分芳香剤入りで、レモンの芳香剤が入ってるカプセルなんじゃないの、これ。すげえぞ、これ香り。主張しすぎてるんだけど。くっさ。くっさー、これ。くせ。なんてくせえんだ。大体これそのまま吸っても強烈だもんな、メンソールが。メンソールが強烈すぎてなんか、そもそもタバコの味がほとんどしないのに、潰すとさらに意味不明になる。味が。うわぁ。うわぁ。これはあかん。一つ星。これはもう二度と買わない。まずい。ご視聴ありがとうございました。